お母ちゃんの作るものに文句つけたことってないよね、あんまり。クジラの竜田揚げの時起こった。いや、私それ知らない。お父ちゃんが好きだったのは何ですか？嫌いなもんなかった。何でも作って出した。何でも最高に、最高の賛辞を送ってくれましたからね。うん、初めて作ったぞ、こんな前のは、なんつって一言言ってくれれば、私をまともに受けて、うん、最高に嬉しかったです。でもあんまりこう、褒めないよね。うん、あんまりストレートに褒めることはしなかったよね。うん、言葉に出さないけど、うん、でもうまい、うん、うまいって言って食べるのと、あと残さず食べるっていうのは賛辞、無言で10点だの満点だのって言ってましたね。点つけること、うん、89点とかって、そうそう89点は高得点だ。高得点です、ね、そうそう。でも何でも作ると美味しがって食べてくれたのは幸せでしたね。うん、お母ちゃんの作るものに文句つけたことってないよね、あんまり。ね、だっけ、うん、クジラの竜田揚げの時起こった。いや、私それ知らない。なんか血抜きをしなくちゃいけなかったみたいで、なんかやってしてなくて、なんかあんまり美味しくなくて、すごい怒ってたんです、その時。あ、そう。私それ全然知らない。 I don't know。 クジラなんか買ったことないのに、たまたまなんかお店に出てて、うん、買ってきたのよって言って、それで揚げると、うん、竜田揚げにすると美味しいんだってって言って作ったんだけど、なんかあんまり美味しくなくて、すごい怒ってたって。まあ、好きなメニュー、お母ちゃんの作ったもので好きなメニューがあるかって。うん、うん、母の作るグラタンが好きです。美味しいよね、グラタンね。グラタン美味しかったね。あね、母が作るコーンスープがすごく美味しくて、そう、それあのコンソメとかお出汁全然入れないのに美味しいんですよ。そう、玉ねぎ炒めてね。で、それで日曜日の朝とか作ってくれるんですけど、もう朝眠いから、子供の時寝てて、今日はコーンスープよって言われるとバーッと起きて、そう、コーンスープ飲みたいって言って、でもこんな大きい丼みたいのに入れて、でもう何杯もおかわりしてしまう。だからもうこんな寸胴鍋のこんなのに作ってるんですよ、母が。それなのにあっという間になくなっちゃうっていう。お父ちゃんも好きだったんだよね。そうね、牛乳好きじゃないのに、それはもう全員好きだったね、コーンスープね。うん、料理教室に通い始めてて、うん、あれはもう私が小学校6年生ぐらいの時、そこでなんか教わったものをなんかいくつか作ってくれて、なんか鶏肉を焼いて、なんかホワイトソースみたいなソースをかけて食べるんですけど、水木さんそれあんまり好きじゃなかったんだよね。うん、お父ちゃんはあんまり好きじゃなかった。好きじゃないけど、子供が好きならって我慢して食べてくれた。そう、弟嫁がその新宿の料理教室に通って、とてもいいって、でお前も通えって、1、2年通って、うん、そこでまあ、洒落たようなお料理習って、まあそれももう金欠料理に創意工夫を重ねて料理ですよ。贅沢料理はほとんどもう晩年。でもだってその料理教室行ったのだってね、うん、もう結構小学生ぐらいだったね、うん、小学校6年生ぐらいで、うん、もうそんなに金欠の時代じゃなかった、うん、そう、うん、でもやっぱり習ってきた料理もそのままでは作らなくて、まあ、どこの家もそうですけど、ね、工夫してたよね、うん、工夫してなんか金欠料理っぽくなってたりして、うん、お姉ちゃんは何が好きだったの？なんだろうね、インゲンのとんかつも、あー好きだったね。なんか豚肉のスライスしたやつにインゲン巻いてくるくるくるっとしてフライにして食べるやつ、それ切って、ね、よく作ってたね。食べ、うん、ることがね、割とユーモラスなんですよ。取り上げることは上手だった。おならの話大好き。おなら大好き、うん、おじいちゃんもおならの話が好き。二人で、うん、あのおならの談義で盛り上がってるっていうこともあったね、うんうん。